煮て名物の草団子に紅葉した葉っぱを添えてといただきました。ありがとうございます。ガフチ小太郎ガフチからいただきました。ありがとうございます。はい、いいですね。美味しそうですね本当に。まあ、今日は皆既月食ということなので、まあ、さっきもあやちに今日は見ながら何を食べたいですかと言われた時に、まあ、すぐに団子と出てきてしまったのでちょっとこんなものをつまみながら見たいですね、はい、いや本当に美味しそうです。うん、いやこのもみじもいい演出してますね。紅葉見られるところもだんだん増えてきたということなので、いや紅葉見ながらもいいですね。見ながらお団子食べながら、うん、あ月見そばなんかも言ってましたけれど、やっぱり秋は、うん、胃袋が何個あっても足りなさそうですね本当に美味しいものが多いです。じゃあでは続いていきましょう。熊本県甲子市春さんからいただきました。ありがとうございます。明け調子秋の光に優しく深くといただきました。ありがとうございます。はい、なんか幻想的ですねこれ。うん、朝の光まだちょっと暗い時ですかね。秋調子というお花かな。うん、いやなんかナスビみたいです色がね、はい、いや綺麗ですねこれも。はい、では続いていきましょう。千葉県の香取市花風太さんからいただきました。ありがとうございます。調査と一言いただきました。はい、いやワンちゃん何探してるんでしょうね、気になりますねなんかあったんですかね。はい、まあ、今日朝から散歩されてる方多いですね。さっきも猫ちゃんのリポートいただきました。うん、いや散歩したくなるぐらいな秋の空広がってるので、うん、ごそごそはい、なんかあるんでしょうねきっと、気になりますけど。はい、じゃあ続いていきたいと思います。鹿児島県の龍郷町奄美のワンコさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。久しぶりに思いっきり朝日を浴びることができました。最高の秋晴れです。今夜の皆既月食期待しよう。今日も一日頑張りましょうねといただきました。ありがとうございます。はい、奄美ですね、いいですね。いや気持ちいい海、うん、はい、素敵な空も広がっていて本当に、いや海もいいですね。秋の海ももう入ることはできないけど、こう海岸で黄昏れたいですねこんな綺麗な海見ながら朝日浴びながら、いや気持ちいいですね。想像しただけで行きたいですはい、リポートありがとうございます。では続いていきましょう。はい、あこちらもナンプレマコ先輩さんからいただきました。先ほどのお団子紹介した方ですね、気づいてなかったはい、奥日光湯の湖畔からいただきました。やっぱり赤の紅葉は目立つねといただきました。ありがとうございます。はい、先ほどのお団子食べながらこれ鑑賞してたのかな、いいですね。はい、本当に紅葉も見られるところも多くなってきて、でも私関東はどこが有名なのかというところも、はい、ちょっとわからないので、うん、あここ有名、奥日光、あ有名な場所ですね。日光って聞いたことあります。はい、やっぱり関東、関西は結構行ったんですけどね、でもやっぱり関西だったら京都に行くことが多かったです。うん、はい、いやなので関東もいろんな、紅葉の名所を巡っていきたいなと思います。いやリポートも、皆さんからのリポートもね、お待ちしてるので、とりあえず奥日光へ行ってらっしゃいそうですね、とりあえずここ目指したいと思います
はい、まあ、皆さんもお出かけされた際、リポートも送ってください。ありがとうございました。ということで今日も選んでいきました。皆さんいつもリポートありがとうございます。以上気になるリポートのコーナーでした。では続いてのコーナーです。選択調査隊。こちらは、日々の生活の中で選択の関わり最も天気の関わり最も深いと言われる洗濯ですが、今日干せるのかもしくは、部屋干しするべきなのかということを確認していくコーナーです。そして先ほど開いていました空ボタンですね、はい、外干しをするかしないかです。今日の天気だったらということで聞いていました。はい、それでは、まず皆さんからいただいているリポートで、洗濯今日していいのかしない方がいいのか見ていきたいと思います。では、いきましょう。秋田県の由利本荘市ノートさんからいただきました。ありがとうございます。今日も気持ちよい青空です。でも気温が低くなり洗濯日和でも乾く時間が遅くなりましたといただきました。ありがとうございます。はい、こちら秋田県は気持ちいい青空、はい、報告いただいています。うん、いいですね、気持ちいい。もうこれでったら絶対洗濯 OK ですね。洗濯日和です。はい、では続いて見ていきましょう。千葉県の千葉市、アミーゴ母さんさんからいただきました。ありがとうございます。甘露ですね。今日はプチ洗濯祭り、今夜の皆既月食が楽しみですといただきました。ありがとうございます。はい、こちら幕張に近いですね、ここは。うん、はい、千葉県の空ですが、はい、こちらも秋の空というような感じで、はい、洗濯祭り開催 OK のような空ですね。はい、うん、いや今日洗濯干せそうですけど、私まだ今日洗濯はできてないので家に帰ってからですね、これからお昼から、はい、干したいと思います。うん、布団とかも干さないといけないですね、そろそろ厚手の布団なんかも。うん、今日こんないい天気に、そしてふかふかの布団で寝るの最高ですね。はい、では続いていきましょう。あ、以上ですね。はい、ということでリポートでも確認していきましたが、まあ、今日は干せそうなところ多そうですね。はい、では聞いていました空ボタンもそろそろ集計していきたいと思います。では5秒前で集計していきましょう。5、4、3、2、1、終了。はい、それではまずグラフと数字で見ていきます。はい、あ、でも外干しするがほとんどですね。438名の方でも外干しはしないという方は77名というような結果になりました。はい、ではエリア性を見ていきましょう。マップです。はい、全体的に外干しする多くなっていますね。外干ししない、でも全国的についているところがありそうですね。はい、まあ、今雨がパラついているところも、北海道などではありそうですが、ちょっと雲があるところや、チャットの方も気温がちょっと低いよねと、コメントいただいているので、はい、まあ、ですが今日全体的に全国的に青空というところで日差し届いてきそうですね。さあ、このような結果になりました。では空ボタンはこんな結果だったんですが、洗濯調査隊のこちら洗濯マップもありますのでこちらでも見ていきましょう。はい、あ、洗濯祭り開催されるところ結構広いですね、範囲的にも。
お布団もねということですが、はい、もう全国的に洗濯祭り OK ということですが、ちょっと部屋干しした方がいいというところもありますね。こちら北海道、あとは東北の北部、青森県あたりですね、はい、ここでは雨がぱらつく可能性もあるということなので、出かけるときは部屋干しにしてからということになりそうです。そして九州の南部、はい、宮崎、鹿児島あたり、このあたりは、外干し OK だけど取り込み忘れ注意ということです。はい、まあ、外干しは OK ですね。はい、まあ、ですが、雨が降る可能性もあるということで、まあ、その時は取り込み忘れだけ、はい、気をつけていただきたいと思います。はい、そして最後沖縄も外干し OK ということですね。はい、まあ、ですがにわか雨の可能性もありそうです。だけどパラパラ程度ということなので、外干しして大丈夫そうですね。はい、まあ、今日は全体的に洗濯 OK ですが、急なパラパラの雨なんかも心配されますので、はい、出かけるときは部屋干し、うん、取り込み忘れにも気をつけてください。はい、こちらを参考にして今日の洗濯、はい、していただきたいと思います。はい、以上洗濯調査隊のコーナーでした。では、続いて今日のポイント解説、はい、天気を確認していきたいと思います。それではオールチャンネルから天気図チャンネル、今日のポイント解説見ていきましょう。はい、今日も高気圧に覆われ穏やかな秋晴れとなるところ全国的に多くなります。ただ北海道は天気図上に現れない低気圧と前線が通過するため、日本海側では午前中ほど雲が多め雨が降る可能性がありそうです。また高気圧が送り込む湿った空気の影響で西日本の太平洋側ではだんだんと雲が広がってきそうです。はい、そして今夜ですが、夜も高気圧圏内、穏やかな空が広がります。皆既月食も今夜ありますが、観測もバッチリ見られそうです。全国的にチャンス大ということです。湿った空気が流れ込む西日本の太平洋側や沖縄は雲が多いものの隙間からお月見できそうです。ですが夜は冷えますので、観測時は暖かい服装で、今日は皆既月食楽しんでください。以上、今日のポイント解説を確認していきました。はい、それでは続いていきましょう。続いては、今日2つ目の空ボタン開けていきましょう。はい、寒い時に飲むもの聞いていきたいと思います。はい、まあ、最近朝と夜は、冷えますのでね、そんな時飲みたいなと思うもの聞きたいと思います。コーヒー、炭酸飲料、果実飲料、お茶か水、はい、もう私は断然ホットコーヒー、この中だったら。でももっと冬になってきたりしたらホットココアとかも飲みたいですね。うん、やっぱりホットがいいですね。うん、私はそうですね。いや、ちょっとチャットの方、熱い炭酸ってできたんだよね。熱い炭酸、あ、そうだ、ありましたね。ジンジャーエール、ホットジンジャーエールっていうのありましたね、確か。あ、去年飲んだ気がするはい、飲みましたね。うん、ホットコーラ、ホットコーラもありますか今。ホットコーラ美味しいよ、本当ですか気になりますはい、まあ、こんな感じで聞いていきたいと思います。はい、ではまたこちらも後ほど集計していきますので、皆さんのご参加よろしくお願いします。はい、そして続いて今日の、気になる、
V サインテーマですね。 V サインリポートのテーマ、あ、 V じゃないです、はい、今日は V じゃなくてこれでお願いします。はい、W サインこれでお願いします。はい、オープニングでもお伝えしましたけれど、まあ、日本の3名の方が、ノーベル物理学賞ですね、はい、受賞されたということで、お祝いの意味も込めて3名の3本指、はい、あ、チャットの方3歳じゃないですね、はい、3本指はい、3本指でカシャッとお願いします。はい、まあ、そして、いつも何々から始まるコメントをお願いしているんですが、今日は、フリーコメントで OK です。何でも OK なのでお待ちしてます。うん、ですが、検索できなくなってしまうので、W サインリポートというふうに、一言入れて送っていただきたいと思います。はい、ちょっと今日はいつもと違った特殊な感じになってますが、皆さんのご参加お待ちしております。はい、それでは私もこの後、外中継に行っていきたいと思います。それでは一旦インターバルです。積み重ねて共に生きよう。
こんにちは。ソライブサンシャインで、外中継にやってまいりました。はい、幕張の空は真っ青ですごく眩しいです、はい、いや体感的にはどうでしょうね。ちょっと日差しが強いですね、うん。まあ、でもじりじりすることはなくちょうどいいような、うん、まあ、過ごしやすいかなというような秋晴れが広がっております。じゃあ今の気温も測ってみたいと思います。はい、気温は20、うん、ちょっと映像が真っ暗です。はい、 24.5 度ぐらい、うん、24.5 度ということですね。風もまぶしい。風もちょっとあります。 0.7 メートル、 0.6 メートルぐらい吹いてます。はい、この風がちょっと心地いいですね。はい、ではここからは、今日は特殊です。 V じゃなくて W なので送っていきたいと思います。ちょっと眩しいのでサングラスをします。よいしょ、サングラスはい、じゃあライト送っていきましょう。眩しいです。撮れるかな。ああ間違えましたよし、行きます。ワン、ツー、スリー、ほい。あ、撮れてますでは送っていきたいと思います。皆さんも3で W サインでお願いします。じゃあ帰りながら送っていきましょう。今の天気、影はっきり、体感は、まあ、でも爽やかな感じですね。カラッと暑いかな。カラッと暑い、うん、まあ、数時間も変化しなさそうです。はい、あ、そしてコメントは今日は何でも OK なので、そうですね、まあ、皆さんの体感とかもいいですし、うん、まあ、今日はダブルサインにした理由がノーベル物理学賞受賞のことなので、お祝いコメントでもいいですし、何でも OK です。はい、また後ほど紹介していきたいと思いますので、皆さんリポート送ってください。では、スタジオに戻ります。
外中継から帰ってまいりました。ちょっと映像が届いていなかったということで申し訳ございませんでした。大変失礼しました。はい、音声は届いていたということですけれど、はい、想像していただければと思うんですけれど、まあでも天気はまあでも見なくても青空ということは伝わりましたかね。はい、そう、眩しくて途中私はサングラスをかけて、そして W サインを撮ろうと思ったら違う場所を撮ってしまったというようなこともありました。そんな想像していただけるような外中継になったかと思います。うん、青かったですか。よかったです。皆さんの心には届いていたようですね。はい、まあそんな感じで私も W サイン送っていったので、皆さんも、まだだよっていう方、3つ指を3本今日はこちらでリポート送っていただきたいと思います。はい、では、そしてもうここで届いているようですね、その W サイン。はい、このリポートが来ているようなので、紹介していきたいと思います。はい、皆さんありがとうございます。本当に。では見ていきましょう。はい、千葉県の鎌ケ谷市竹丸ちゃんさんからいただきました。あ、からいただきました。はい、W サインリポート。今日は日本人がノーベル賞を3人が受賞したので W サインリポートです。やはり嬉しいです。空も祝福している感じです。それではカネンサンシャインをよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。はい、W サインしっかりと、捉えて送ってくれていますね。ありがとうございます。はい、ノーベル賞3名受賞されたということで本当に、ね、めでたいですね。空祝福しているとコメントいただきました。いや、素敵なコメントですね。ありがとうございます。ではどんどん見ていきたいと思います。はい、続いては香川県の観音寺市なるさんからいただいたリポートです。ウェイサインリポートいきます。ノーベル賞に、W サインリポートですね。はい、ロケットの打ち上げ成功ということで今日は W サインリポート、そして今日は僕の〇〇歳の誕生日。晴れ男の僕らしく青空が広がっています。今夜の皆既月食も楽しみです。それでは皆さん良き一日をお過ごしくださいね。あかねちゃん今日もサンシャイン頑張ってねとコメントいただきました。ありがとうございます。なるさん、ちゃん誕生日おめでとうございます。あ、チャットにもいらっしゃいますね。はい、リポートも送っていただいてありがとうございます。いや、そんな誕生日、こんな綺麗に晴れて羨ましいですね。いい一日になりそうですね。はい、素敵な一日をお過ごしください。はい、では続いていきたいと思います。鳥取県鳥取市白うさぎさんからいただきました。ありがとうございます。今朝はいつもと違って W サインということで一瞬両手かと思ったけど3本指で OK ということなので指3本でお届けします。今朝はよく晴れてほとんど青空が広がっています。8時頃までは17度ぐらいだった気温も今では24度まで上がり暖かく感じます。日差しも強く日焼けしそうです。紫外線対策は忘れずにしましょう。洗濯日和でもありますね。我が家は家族がしますので私は布団でもしましょうか。今夜はふかふかの布団で眠ります。さてこれだけ晴れたら今夜の皆既月食は完璧に見られますね。動画撮影にもチャレンジしてみます。みんなで3年ぶりの天体ショー楽しみましょうといただきました。ありがとうございます。はい、白うさぎさんですね。あ、こちらもチャットの方にいらっしゃいます。リポートありがとうございます。はい、皆さんしっかり3本指で、はい、いつもと違った感じですが参加していただいています。ありがとうございます。こちらも綺麗な空ですね。はい、では続いていきましょう。
岡山県岡山市空の木さんからいただきました。ありがとうございます。青空快晴の岡山です。運転中の車の中はポカポカ暖かく眠たくなるくらいでした。その睡魔を残したままこれから会議です。途中で寝ないように頑張ろうと、といただきました。ありがとうございます。はい、こちらは、空の木さん、はい、今移動中ということですが、はい、車の中から参加していただきました。雲が見えない青空、はい、あ、睡魔注意、そうですね、はい、途中で寝ないように、はい、頑張ってください。はい、それでは続いて紹介していきましょう。愛知県の一宮市空みどりさんからいただきました。ありがとうございます。今日はノーベル物理学賞を日本人の3人が受賞されたので W サインリポート、本当におめでとうございます。3人のうち2人は名古屋の大学の教授で、愛知県民として非常に誇らしく思います、といただきました。ありがとうございます。はい、愛知県もピカッと光る元気のいい朝日とともに W サイン届けていただきました。はい、あ、名古屋の大学2名、そうでしたね、確か、はい、いや、名城大学と名古屋大学ということですが、本当に誇らしいですね、日本人として。はい、皆さん参加ありがとうございます。はい、では続いていきましょう。はい、茨城県の取手市流れ星さんからいただいたリポートです。皆さんこんにちは。現在の取手市、雲ほとんどない快晴です。自宅の周りでは夏の終わりの虫、つくつく帽子が鳴いています。今日は皆既月食、綺麗な空で見れたらいいな。それでは皆さん体調に気をつけて素敵な水曜日の午後を。あかねちゃん残りのサンシャインよろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。はい、茨城県もやっぱり綺麗な青空、どこ見ても綺麗ですね、本当に。あ、まだ虫つくつく帽子、最後の力を振り絞って泣いているというような報告いただきましたね。はい、では続いていきましょう。愛知県の知立市みゆさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。東の空に雲が広がってきていますが、西の空は青空が、少し湿度は高めですが爽やかな水曜日、今日から仕事気合い入れていきますか、といただきました。ありがとうございます。はい、愛知県の空も素敵です。青空広がっています。はい、そうですね、今日の週の半ば水曜日ですが、はい、仕事の方もお休みの方も、一日を過ごしください。リポートありがとうございます。はい、今日は W サインリポートです。こちらのリポートはまだまだ大募集中です。はい、皆さんからのリポートお待ちしております。はい、それでは続いて、今の時期らしい、秋らしいリポート、たくさん届いてきているようです。リポート紹介していきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、秋といえば何ですかね。でもやっぱり私は食べ物を思い浮かんでしまいますね。栗とかも多いですしね、梨とかぶどうとかもありますし、はい、いろんな美味しい食べ物がございます。まあでも紅葉とかもありますもんね。秋の空も素敵ですしね。いや、いろんな、秋のリポート届いてきてるようですよ。はい、では見ていきたいと思います。長野県の飯田市ピエールさんからいただいたリポートです。おはようございます。お散歩に来ました。ちょっと寒いけど青空が綺麗だわん、といただきました。ありがとうございます。はい、いや、綺麗ですね。こちらは秋の空、そして、右の方奥には、紅葉、
少し赤く染まっているところ見えますね、はい、紅葉も始まってきているようですね、はい、うん、秋の空紅葉、はい、ありがとうございます。では続いていきましょう。奈良県の桜井市ホールラブさんからいただきました。ありがとうございます。朝から栗をまたまたいただく、なんということでしょう。栗を剥いてくれてある、ありがとうございます。晩ご飯は決まりといただきました。ありがとうございます。はい、栗を剥いてくれてあるということで、うん、剥いたものをいただいたのかな、どうなんでしょう。いや、この剥く作業が大変なんですよね、うん、食べるまでに本当に大変な苦労がありますので、まあ、栗ご飯ができた時は感動的ですよね、本当に。はい、まあ、今日の晩ご飯は栗ご飯で決まりかなというところです。はい、栗のリポートも多くなってきましたね、はい、さあでは続いていきましょう。はい、愛知県日進市ゆきんこさんからいただきました。ありがとうございます。娘の体育祭、怪我をしているので楽しめるといいなといただきました。ありがとうございます。はい、運動会ですね。いや、今日本当運動会日和ですね、うん、はい、いい天気です。青空、雲もないですからね、はい、運動会思い出しますね、学生の頃。うん、運動会も楽しい思い出結構ありますね。でも私、走る競技に結構出てた記憶があります。リレーとか、うん、リレーはやっぱ緊張しますからね、うん、その責任ね、こうバトン渡すとき落としたら大変だし、いや、1番とかアンカーだったら余計に緊張しますからね、自分の責任に感じてしまいますので。そんなことないんですけどね、本当、まあ、でもみんなで協力してやるのも好きでした。私の学校ではムカデ競争とかもありました。クラスの男の子と女の子分かれて2つのチームでやるんですけど、はい、まあ、そんなね、思い出もたくさんあります。はい、ありがとうございます。では続いていきましょう。愛知県一宮市空みどりさんからいただきました。ありがとうございます。空みどりさん、先ほど W サインリポート参加していただきましたね、ありがとうございます。はい、昨日取引先から今年2回目の梨をいただきました。朝食に1つ食べましたが、水分が多くて甘いといただきました。ありがとうございます。はい、こちらは梨ですね、秋の味覚の1つです。はい、美味しそうですね。梨、あ、今梨ね、ふなっしありますから、うん、はい、あ、ふなっしがいますか。ふなっしがあるっておかしいですね。はい、うん、美味しそうです。はい、秋のフルーツ美味しいですよね、梨とかぶどうとかりんごもそうですね、栗もそうだし、いや、秋は多いですね、本当に美味しいフルーツが。はい、リポートありがとうございます。はい、もう一枚紹介していきましょう。はい、では広島県広島市ふみちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。朝日がまぶしい、ずっこけ3人組、今日も一日笑顔で過ごせますようにといただきました。ありがとうございます。はい、ずっこけ3人組。いや、可愛いですね。これどこかの駅にあるのかな。そして今月ハロウィンがありますもんね、うん、いや、仮装される方もたくさんいらっしゃるかな。チャットの方どうでしょう。はい、いや、私も予定はあるんですけどね。はい、仮装ちょっとここでは言っていいのかな。はい、ち
と夢の国に行くんですよね。はい、うん、夢の国でちょっと夢に浸りながら仮装をしていきたいと思います。ちょっとね、はい、やっぱり今月はハロウィンなのでぜひぜひ楽しんでいただきたいですね。こんな感じで街にも溢れるんでしょうね。はい、リポートありがとうございます。では、続いては今日の天気のポイント解説確認していきたいと思います。では見ていきましょう。オールチャンネルからいきます。そして天気図チャンネル、失礼しました、画面が真っ暗です。はい、はい、こちらですね。そして今日のポイント解説を見ていきましょう。今日も高気圧に覆われ穏やかな秋晴れとなるところが多くなります。ただ北海道は天気図上に現れない低気圧と前線が通過するため、日本海側では午前中ほど雲が多くて雨が降る可能性があります。また高気圧が送り込む湿った空気の影響で西日本太平洋側はだんだんと雲が広がった空となりそうです。そして今夜、高気圧圏内で穏やかな空が夜も続きます。皆既月食の観測もバッチリ見られそうです。今日は全国的にチャンス大ですね。湿った空気が流れ込む西日本の太平洋側や沖縄は雲が多いですが、隙間からお月見できそうです。はい、ですが夜は冷えますので観測時は暖かい服装で観賞するようにしてください。はい、ということで、今日のポイント解説を確認していきました。今日は全国的に日差しが届くところ多くなりますね。現在も青空広がっていますが、夜も穏やかな空続くということで夜は皆既月食期待できそうですね。はい、まあ、寒いということなので、はい、一つ上着を羽織って暖かい服装で、綺麗な皆既月食、鑑賞するようにしてください。はい、それでは続いて全国の天気マークで見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。まず西日本です。那覇は日差しが届いてもだんだんと雲が主役の空になり、夜遅くほどざっと強まる可能性があります。また台風19号によるうねりや高波にご注意ください。福岡、広島、大阪は昼間はカラッと晴れて過ごしやすい陽気です。夜は皆既月食を楽しめる天気ですが冷えますので暖かい服装で鑑賞してください。次に東日本です。各地穏やかな秋晴れとなり日差しがたっぷり届きます。皆既月食も堪能できそうです。ただ夜は空気がひんやりするので暖かい服装で鑑賞するようにしてください。続いて北日本です。仙台は晴れて爽やかな秋晴れの空が広がります。夜の皆既月食も楽しめそうです。秋田は晴れ間があるものの雲が広がりやすい天気、にわか雨の可能性もあります。札幌は雲優勢の空、にわか雨の可能性もあるため要注意です。夜は雲の隙間から皆既月食が見られそうです。風邪をひかないよう暖かい服装で鑑賞してください。以上、全国の天気をお伝えしました。
こんにちは。空ライブサンシャインです。ここからは皆さんからいただいているリポートで空の様子を確認していきましょう。それでは見ていきます。北海道のむかわ町ファイナルキスさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。晴れたり陰ったりで肌寒いです。今朝も3度と冷え込みました。今日もファイトといただきました。ありがとうございます。はい、北海道は、晴れたり雲もちょっとあるでしょうか。そして肌寒い報告いただきました。いや、今朝は3度まで下がったようですね。はい、やはり北海道は朝や夜は冷え込んでいますので、体調を崩さないように暖かい服装ですね、はい、そちらでお過ごしいただきたいと思います。では続いていきましょう。こちらは、あずまスカイライン浄土平周辺茶子さんからいただきました。ありがとうございます。台風一過感じる青空の下、浄土平から一切経山に向かうトレッキングコースが紅葉の見頃に、赤、黄、オレンジに緑の彩りが見事に色づいています。登山道から見える吾妻小富士の巨大火口が大きく見え出し、迫力があり眺めていると飲み込まれそうに感じ、ちょっとしゃがんでみたら一切経山斜面の七かまどなどの紅葉が花となり、吾妻小富士斜面の紅葉とつながり、いい秋色に彩り、吾妻小富士との紅葉のコラボいかがでしょうといただきました。ありがとうございます。はい、いや本当に